皆さん、ボコニャチは。さて、今日は最初にやりたいことがあります。あんた、前回あれを忘れてたでしょ。コメント欄で散々言われてたぞ。あいや、ボコスケのお参りだよね。全然忘れてたんじゃないよ。めっちゃ冷めとるやん。これから行こうと思ってたとこ。ってなわけで、まずは完成した4枚目の地図を取ってと。あ、この地図をコピーするのね。確か白紙の地図とクラフトするとコピーできるんだよな。そう、こういう感じだね。とりあえず予備の分を含めて2枚コピーしておくよ。予備の分はお出かけ用に使うって感じかしら。ま、果たして使うのかは不明だがな。まあまあ、それはいいとして、早速出かけようか。ボコニャン、ちゃんと場所は覚えてるか？そりゃもちろん、何回も行った場所だからね。今回は空を飛んですぐに到着しちゃうんじゃないかな。ロケット花火、いつでもどこでも大活躍だな。さあ、この湿地帯を越えた先だね。お、あったあった。確かにすぐ着いたわね。徒歩だと結構時間がかかるのにな。さあ到着。ボコスケ、久しぶりだね。元気にしてたか？死んでるのに元気ってのもおかしな話だけどな。そこはまあ気にしちゃ負けってことで。ボコスケ、ようやく4枚目の地図が完成したよ。今日も地図を持ってきたから入れておくね。ボコスケ喜んでくれるかしら？さて、ちょっと失礼するよ。毎回墓を削っていくスタイル、しょうがないでしょ。よし、これで収められるね。今までの3枚もちゃんと入ってるし。墓荒らしされて持ってかれてたらちょっと面白いのにな。面白くないし不謹慎だわ。たく。まあでも、これでポコスケも喜んでくれてたらいいな。そんじゃ、ちゃんと元通りに戻して。と。よし、綺麗になった。そんじゃ、ポコスケまた会いに来るね。今度は5枚目の地図を持ってくるから。今度はちゃんと完成した日に行けよ。わかってるって。さてと、巴田村に帰ろうか。今日はちょっと倉庫作りはお休みで、とあるワールドにお邪魔するよ。とあるワールド？はい、やってきました。ここはどこなのかしら？勝手に入っても大丈夫なのか？いやだって、ここはカズポコクラのワールドだし。カズポコクラの？そう。いつも見てくれてる方ならここがどこかわかるかな？いいから教えろよ。私は、わかったかもしれないわ。これは、ジ・アイアンタイタンじゃない？お、霊夢よくわかったね。なんだかんだカズポコクラも見てるからね。なんかアニキーが作ったらしいんだけど、どうやら一回壊れちゃったみたい。だから今は修復するためにドアを最初から置き直してるとかどうとか。ふん。で、下の層にもうゴーレムが湧いてるけど。とりあえず二層式にするとか言ってたよ。ボコクラのワールドもこの同じものを作りたいんだよね。見た感じものすごく大変そうなんだが、とても1パートで終わるような内容じゃないと思うんだけど。まあね。でも作り方はもう全部わかるし、仕組みも理解してるから一応大丈夫だと思うよ。と言っても、他の方の動画をほぼそのまま真似して作っただけだから誰でもできるんだけどね。唯一違うのは、ここに大量の鶏を集めたことだね。え？なんなんだこの鶏の意味は？一応これもゴーレムトラップには重要な機構ってことなのよね。そう。卵をネザーに発射してるんだよ。詳しいことを説明するとかなり長くなっちゃうからざっくり説明するけど、これがないとネザーやジエンドに行った時に、スポーンチャンクがアンロードされちゃうんだ。今までは60秒間隔だったのが、バージョン 1.9 から15秒に短縮されちゃったために、それを補う必要があるということで卵を使ってるんだよ。ま、今説明されても全然わからんな。要するに、それがないとゴーレムトラップがうまく機能しないってことでしょ？そうそう、そういうことだよ。よくわからんがとりあえず作らなきゃいかんってことだな。参考にした動画でも説明が書いてあるからそちらを見てね。動画概要欄にリンクを貼っておくわね。ありがとう。そんじゃそろそろ僕のワールドに戻るよ。さてと、まずはスポーンチャンクを調べなきゃね。スポーンチャンクって？初期リスポーン地点周辺の 12×12 の場所よね。最後にネタベッドを壊せばわかりやすいね。
これで死んだり、ジエンドから帰ってきた時に復活する場所、それが初期リスポーン地点だからね。試しにジエンドに行って帰ってくることにするよ。ポコニャンが最初にスポーンした場所って、確か無人島じゃなかったか？それを調べに行くよ。さあ、ちょっとカットしてここまで来たよ。あ、もう目の前じゃない。ここに来るのもだいぶ多くなってきたよな。将来的にエンダーマントラップを作りたいけどな。あ、またカズポコクラでも作ってたやつね。なんだかんだであっちのワールドの発展速度がやばいんだぜ。ほんとだよ。こっちも負けないようにしなくちゃ。さあ、ポータルに着いたね。ここから飛び込めば初期リスポーン地点がわかるのね。一応アイテムを投げ込んでもわかるみたいだからやってみよう。よし、飛び込むよ。さあ、現世に戻ってきた。あれ？最初にスポーンした無人島じゃない？あれ？どこなんだここは。まさかの知らない土地に出てきちゃったかしら？座標を見る感じ、村からはかなり近いみたいだけど。さっき投げ込んだアイテムはどうなった？あ、ここにあるね。ってことはやっぱり初期リスポーン地点はここってこと？うん。バージョンアップの影響なのか、よくわかんない場所になっちゃったね。ま、個人的には無人島よりも断然こっちの方が助かるんだけど。とりあえずまあ、このスポーンチャンクの範囲内にアイアンタイタンを作るって感じだね。なるほど。一応目印か何かつけておいたらどうだ？そうだね。っていうか友枝村はどっちの方角なんだろう？一応目印として片焼き粘土を置いておこう。よし、オッケー。今日はアイアンタイタンは作らないから、とりあえず村に帰ろう。さて、村の座標は0のマイナス200ぐらいだったはず。ってことは、X 軸はそのままで、Z 軸がマイナスの方向に進めばいいってわけだな。あ、あそこにゴーレムトラック発見。おお、確かに割と近かったな。スポーンチャンクの位置がちょっと謎だけど。ま、よくわかんないけどあそこの上空に作れば問題ないってことだよね。せやな。っていうか場所的にはかなりいいよな。村から本当に一直線だもんね。これは嬉しい誤算だね。はい、というわけで今回はスポーンチャンクについてちょっと調べてみました。思ってた場所とは違ってたみたいだが、それはこれでラッキーだったわね。ところで、この今乗ってるゴーレムトラックはまだ機能してるの？一応ね。それでも、3から5分で1体ぐらいしか湧かないからかなり効率は悪いんだけどね。アイアンタイタンだと恐ろしい量の鉄がゲットできるのよね。それも早く作っていきたいね。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。